500体近く存在するアークの全生物の中で果たしてどの生物が最強なのか気になってしまってもう夜しか眠れないですよね。しかし最強といっても全てを粉砕する圧倒的な攻撃力なのか当たらなければどうということはない機動性能なのか、こういったものは個人で意見がバラバラになってしまうところですので、そこで今回は戦闘力に大きく関わる性能の一つであるヘルス、その基本値の高い生物をテイムができるものを中心にランキングを作りましたのでお楽しみいただければ幸いです。それでは行きましょう。第20位クリスタルワイバーン、ヘルス1295。まず20位にランクインしたのはクリスタルアイルズよりクリスタルワイバーン。クリスタルワイバーンはクリスタルアイルズにのみ生息するワイバーン種で、他のワイバーンとの大きな違いは攻撃的な性質ではなく攻撃をしないと襲ってこない中立である点であり、自動的なテイム方法のため難易度は低かったりします。与えられる餌はクリスタルと同士から採取ができるプライマルクリスタルが好物で、これの採取方法は混沌をしたクリスタルワイバーンからのみ採取ができ、倒してしまうと手に入らなくなります。よく木に引っかかっていることが多く、これを利用すれば簡単に拘束ができ容易にテイムができます。ちなみにクリスタルワイバーンといってもトロピカル、ブラッド、エンバーの3種類いまして、一番簡単なのがトロピカルですね。第19位ディプロドクス、ヘルス1700。続いてランクインしたのはアイランドから存在するちょっとお邪魔な首長竜ディプロドクス。テリトリータイプの生物で近づくと襲ってはくるんですが、攻撃力が全くなく吹っ飛ばしてくるだけですのでお邪魔生物に該当します。まあその場所が崖付近だった場合は落下死が待ち受けていますが、テイム後は複数のサバイバーを一気に運べるサドルを装備することができますので運搬役として重宝します。またヘルス値が1700と高いので、さらに上げていけばサバイバーを多く乗せての戦闘でその進化を発揮します。第18位メガケロン、ヘルス1920。続いてはジェネシス1より動く小島メガケロン。ジェネシス1の深海バイオムに生息する手足が6つ目が4つある亀に似たクリーチャーで、その外観はまさに動く島であり、テイム後はその背中に動く拠点を製作することができます。水中でも呼吸ができる泡を発生させるので潜水艦としての機能があり、重量のステータスも高いのでプラットフォーム生物でもかなり優秀な生物になります。テイム方法が少々特殊で、このバイオム独自に生息する攻撃的な小魚の群れをメガケロンに近づけるとテイムがスタートし、終わるまでこの小魚を守れば完了します。動く島なんてとても魅力的な生物ですので、ぜひとも欲しい一体ですね。ただ顔が角刈りヘアの顎の割れたおっさんに見えなくもないのがちょっと残念ですね。第17位ロックドレイク、ヘルス1950。続いてはアベレーションよりロックドレイク。アベレーションの中層から最下層にかけて生息する大型のクリーチャーで、透明化とクライミング能力に加え滑空することのできるとても優秀な能力を持っています。しかしテイム方法がワイバーンと同じく巣から卵をダッシュしないといけないので、とても骨が折れます。しかも一番深い最下層に巣があり、取った瞬間に足の速いロックドレイクが10体以上襲いかかってきますので、逃げ道を確保しておかないと黒叩きにあってしまいます。テイム後は縦横無尽に壁登りができ、滑空も角度によっては高速移動ができますので機動力は作中でも上位に入ります。全体的な能力値も高いのでリーパーをテイムする前に必ず欲しい生物です。第16位ブロントサウルス、ヘルス2070。続いてはアイランドから存在する首長竜のブロントサウルス。海岸付近に生息している巨大な首長竜で、皮質は中立、崖はめをすれば容易にテイムができますので早めにテイムをしておきたい一体ですね。ヘルス値が2000以上あるのに加え、攻撃力も装飾の中ではティタノサウルスについて高く、攻撃範囲も広いので序盤にテイムをしておくと中盤までのいい戦力になってくれます。足が遅く移動手段としては正直使えませんが、タンクとしてはとても優秀で、振り分けと操縦者次第では対人戦で猛威を振るいます。第14位プレシオサウルス、バシロサウルス、共にヘルス2400。続いては同率でこの2体がランクイン。まずはプレシオサウルスから。プレシオサウルスはアイランドから存在する海を生息域とする首長竜で、ヘルス値以外の能力も軒並み高く、移動速度も速いため海洋生物の中でもかなり優秀な生物になります。加えてある一定の方向しか攻撃判定がないため、テイムの難易度が能力値の割には低いのも魅力の一つです。テイム後は移動手段の他に海の頂点捕食者モササウルスをテイムする際に一役買ってくれますので、それ用のためにも確保しておきたい生物ですね。続いてはバシロサウルス。バシロサウルスはアイランドから存在する海洋生物で、とある能力を持つことで海の攻略には欠かせない生物となっています。その能力は電撃感電攻撃の完全無効で、クリダニアと電気ウナギの攻撃を無効化してくれます。バイオトキシンを集める際はまずこのバシロサウルスをテイムすることもおすすめします。テイム方法は自動テイムですが、先にまとわりついているマンタを駆除してから餌を与えていけば比較的簡単にペットにできます。テイム後は先の電気攻撃無効に加え、温度耐性機能に原油の生成、条件下での高速回復などチート級に優秀な能力を持っていますので、ぜひともテイムしておきたい一体です。第13位ストテウティス、ヘルス2700。言いづらい。続いてランクインしたのはアイランドから存在するツソテウティス。ツ
ソテウティスは深海に生息する巨大なイカで能力がどれも軒並み高く、テイムが目的でないのであれば遭遇した時の選択肢は逃げの一択です。言いづらいのでイカでいきます。このイカをテイムしたい場合はヘルス値が高い生物を生贄として連れていく必要があり、その理由はこのイカが生物を拘束している状態でないと餌を受け付けてくれないためです。受動テイムでも特殊な部類に入り、ペットが攻撃をされている間に黒真珠を与えるという何とも不気味な方法を必要とします。テイム後は原油の生成に加え、ヘルス値とスタミナ値の伸びがかなりいいので大変ですが、テイムをする価値は十分にあります。第12位バジリスク、ヘルス2750。続いてランクインしたのはアベレーションよりバジリスク。バジリスクは地下世界アベレーションに生息している巨大なヘビで、個体も少なく地面に潜って尻尾しか出していないため探すのが一番困難なクリーチャーだったりします。テイム方法は北のボアと同じで有精卵を使用するものですが、ワイバーンやロクドレイクなどの原生卵しか食べないためテイム難易度は低いのですが、ちょっと面倒くさい部類に入ります。まず先に同ワールドに存在するロックドレイクの攻略をしてからのテイムをおすすめします。テイム後は昏睡攻撃と毒攻撃の2つの状態異常攻撃に加え、ドエディクルスと同様の石材緩和能力も有しており、また移動速度もスタミナ値も高いので卵が手に入り次第テイムしたいクリーチャーですね。第11位アストロセタス、ヘルス2800。続いてはジェネシス1よりアストロセタス。アストロセタスはジェネシス1の月面バイオームに生息するクジラに似たクリーチャーで、このとても過酷なバイオームを光の粒子を放ちながら優雅に遊泳しています。テイム方法はティタノサウルス同様の透析気筒を使った昏睡テイムですが、テイムの際透明からは動きが遅いように見えますので、簡単そうに見えますが実際は結構な速度で動いており、透析系の兵器を頭に当てるのが難しく、テイムの難易度はちょっと高めです。加えてこの月面バイオームは一瞬で命がなくなる過酷な環境ですので、対策をしないと生存することさえできません。テイム後は高いヘルス値と宇宙空間を遊泳する性質から、空中移動要塞や潜水艇としても活躍しますし、ワープ機能までも搭載していますので運搬役として非常に優秀な生物です。第10位マグマサウルス、ヘルス3000。第10位にランクインしたのはジェネシス1よりマグマサウルス。火山バイオームに生息するドラゴンに似た大型の種と高校生物で、その名前の通り体の表面から常に火を吹き上げ、金属をも壊す高熱の火炎球を吐き出します。火山バイオームでは圧倒的な攻撃力を誇るマグマサウルスですが、キオンヘルス3000というとても高い HP を有しているため波の生物では返り討ちにあってしまいます。テイム方法はバイバーンと同じく巣に入って卵を奪取しないといけないのですが、溶岩の海にそれがあるため邪魔をしてくる生物とも相まって難易度はとても高かったりします。テイム後は意外にもヘルスと命令値の伸びが悪く、伸びしろが低いのが少し残念なクリーチャーですが、それでも基本値が高くこのランクになりました。第9位モササウルス、ヘルス3600。次にランクインしたのはアイランドから存在する海の王者モササウルス。海中に生息する大型の海洋生物で、プレシオサウルスを捕食していたと言われるマジモンのクリーチャー。基本的には深いところに生息しており、見つかって追いかけられても浅瀬まで追ってくることはありません。しかしテイムをしたい場合、海中と3600という高いヘルス値により頂点捕食者の中でもテイムが難しい生物になります。テイム後は通常のサドルとテックサドルの2つのサドルがあり、テック装備を着ることでより高度が増します。攻撃力も高く攻撃範囲も広いので、海中ではかなう生物がいないので無双ができます。ですが調子に乗ってクリダニアと電気ウナギに接近して感電してしまわないようにしましょう。第8位リーパー、ヘルス4500。次にランクインしたのはアベレーションよりリーパー。地下世界アベレーションの頂点捕食者で、刈り取るものの名前の通り命を刈り取るまで必要に追いかけてきます。足の速いロックドレイクなどの生物でないと振り切るのはまず無理ですね。テイムの方法がかなり特殊で、まず最下層にいる野生のクイーンを探さないといけません。そしてこのテイム方法が作中最難関と言われる方法でして、クイーンの体力を 5% 以下にしてプレイヤーに植え付けてもらうという、映画のあのエイリアンのようなブリーディングをしないといけません。そしてエイリアンのチェストバスターのようにプレイヤーの胸を突き破って生まれてくるのです。まあそんな苦労した甲斐もあり、キオンヘルス4500、命令値75という高い基礎能力を持つクリーチャーを入手することができます。おそらくこのランキング中一番テイムが面倒な生物であるのは間違いありません。第7位ロックエレメンタル、一気に上がってヘルス25000。次にランクインしたのはスコーチドアースよりロックエレメンタル。普段は黄色い岩石に擬態をしていて、プレイヤーが近づくと擬態を解いて襲いかかってくるテリトリータイプのクリーチャーで、スコーチドのワールドでは山岳に数多く擬態して生息しています。
ちなみに双眼鏡で覗くと一発でロックエレメンタルと表示されるので擬態の意味がありませんよね。テイム方法は昏睡テイムですが、透析器等の大きなダメージでなければ気絶をしてくれません。しかも頭に当てないといけないので、ティタノサウルスよりもテイム難易度は何気に高かったりします。テイム後は2万5000という高いヘルスに加え、120という高い基礎攻撃力に300なんでダメージを叩き出す透析攻撃ができますので、ドン中ですがとても優秀なタンクになってくれます。第6位、カルカルドントサウルス。さらに倍以上になりまして7万ヘルス。次にランクインしたのは最近追加されたばかりのカルカルドントサウルス。大きさも戦闘力もギガノトとほぼ同格の大型肉食恐竜で、生息域も同じです。加えて自身の攻撃力を上げるバフと、相手の回復を阻害するデバフを付与する能力を有していますので、性能は通常生物の中では群を抜いています。テイム方法は結構特殊ですが、慣れれば通常テイムよりも費用も労力も抑えられます。ただ7位のロックエレメンタルにも言えることですが、テイム前の基礎体力が7万で、テイム後は大きく下がってしまいます。ですがそれでもヘルス値は1万を超えますので、化け物であるのには変わりはありません。第5位、ギガノトサウルス。さらに上がって8万ヘルス。次にランクインしたのがアイランドの頂点捕食者筆頭、ギガノトサウルス。アイランドでの全ての経験を生かしてテイムを行う、まさに集大成となる生物で、高難易度の生息域攻略、ターゲットの観察、情報収集、アイテムの有効活用、選択などの経験を生かさないとまずテイムは不可能でしょう。8万のヘルスも化け物級ですが、命令値も500という圧倒的な攻撃力を有していますので、噛みつかれたらひとたまりもありません。なおかつ巨大で一瞬で距離を縮めてくるので、生身では食われてしまうだけです。真っ向勝負で野生のギガノトを相手取れるのはボスの他はティタノサウルスくらいでしょう。テイム後はカルカルドントサウルス同様、ヘルスと命令値が大幅に減少してしまいますが、こちらも1万以上の規格外なヘルス値をしていますので、大して問題はないですね。第4位、ティタノサウルス。ここからさらに倍以上になりまして、ヘルス値23万。第4位にランクインしたのは、全てを踏み潰す巨大すぎる首長竜のティタノサウルス。アイランドから生息しているワールドに3体しか湧かない巨大な首長竜で、その歩行は無人の脳を行くがごとく、木も生物も何もかも踏み潰しながら進み、金属の建材も壊す性能を有しているので、歩く災害のような生物です。しかしテイムをした瞬間から餌を一切食べなくなり、所持し続けるのが難しい期間限定の生物になります。苦労してテイムをする割にはちょっと骨折り損感の否めない生物ですね。しかし本来の用途が対人戦の拠点破壊要因ですので、期間限定のナーフ措置は仕方のないのかもしれません。出ないと所持している人が永遠にこのヘルス23万の化け物を使って蹂躙することができてしまいますからね。第3位、デザートタイタン。ヘルス25万。第3位にランクインしたのはエクスティンクションより砂漠バイオームのボス、デザートタイタン。こいつらは入れるのか少し迷いましたが、まあテイムができる生物ですのでランキングに入れちゃいました。デザートタイタンはボスでありながらテイムができる希少な生物で、ある特定の条件を満たすとテイムができます。その条件は汚染された部分の部位破壊で、デザートタイタンの放つ落雷を当てると変性部位が出現し、それを全て壊せばおとなしくなります。残存体力次第ではガンマ、ベータ、アルファの順にさらにヘルス値とスタミナ値が上昇します。テイム後は金属の装甲とプラットフォームを立てられる足場が付けられており、ケッツァル以上の空中要塞を作ることが可能です。能力は任意の場所に落雷を落とすものと、自動で敵に襲いかかる小さな軍団を召喚するものがあります。これを倒せるのは他のテイムができるタイタンでも難しく、隕石を降らせるコロサルタイタンくらいでないとこの飛行生物の体力を削り切ることは難しいですね。あとはあのチート性能のマナガルムぐらいですか。ちなみにティタノサウルス同様に餌を食べなくなるので対策が必要ではあります。第2位、アイスタイタン。ヘルス35万。第2位にランクインしたのはエクスティンクションよりトードバイオームのボス、アイスタイタン。アイスタイタンはテイムできるタイタンの中では超巨体にもかかわらず機動力が別格で、ひと飛びでかなりの距離を移動できるため、コロサルタイタン戦ではヤツの攻撃を避けることができます。テイムの条件は他のタイタン同様、汚染された部位の部位破壊をすればテイムができますが、テイムができるタイタンの中では攻撃力が最もえぐく、マナガルム以外の生物では避けるのが難しいため、安全に討伐からテイムをするためには人型兵器のメックを作ってから挑むことをお勧めします。こちらも戦闘時の残存体力次第ではガンマ、ベータ、アルファの順にさらにヘルス値とスタミナ値が上昇します。アイスタイタンの名前の通り、冷凍ブレスで広範囲の生物を一気に凍結させることができるので、数の利はこいつには効きませんし、もし突破されたとしてもこの途方もないヘルス値がアイスタイタンの命を刈り取る前にブレスの再充填が完了してしまいます。単身でコロサルタイタンを撃破できるヤバすぎる生物ですので、ぜひともテイムしたいところですね。第1位、フォレストタイタン。ヘルス40万。第1位に輝いたのはエクスティンクションより地下バイオームのボス、フォレストタイタン。
まあ3位と2位がタイタンズだったんで予想のできたサバイバーの皆さんも多いとは思いますが、40万という圧倒的な体力とダメージを軽減するガードモーションに加え、ダメージを食らっても再生する自己治癒能力を有した、まさにチート級に硬い性能をしている、全身が樹木でできた巨人のような姿をしたボスで、戦闘時仮にメックに乗っていたとしてもそこから引きずり下ろして地面に叩きつけるヤバい攻撃を繰り出してくるので注意が必要です。しかも周囲の生物の命を吸い取る木を生やしてきますので、同時に召喚されるフォレストワイバーンに焼き尽くさないと無限に増殖してパソコンをも殺しに来ます。テイムの条件は同様に編成部位の破壊をすれば完了しますが、ここでもメックを使用することをお勧めします。このフォレストタイタンも残存体力次第ではガンマ、ベータ、アルファの順にさらにヘルス値とスタミナ値が上昇します。圧倒的な体力を誇る反面、機動力が悪く旋回するのも一呼吸置かないといけないため、タイタンの中では最も扱いが難しいのがこのフォレストタイタンです。ですがこいつも単身でコロッサルタイタンを撃破できるので、ラスボス戦に向けてぜひともテイムしておきたい一体ですね。さてヘルス最強ランキングいかがでしたでしょうか。やはりタイタンズはボスだけあって能力値が別格でしたね。この他にも攻撃力最強やランキングにするにはちょっと難しいですが、機動性能最強も作ってみたいと思いますので、ぜひ高評価やチャンネル登録のほどよろしくお願いいたします。またこんな生物の紹介をしてほしいやランキングを作ってほしいなどの要望がありましたら、ぜひコメント欄にお書きください。それでは次の動画でお会いいたしましょう。